みなさん、どうもこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。なんとなくエフェクターを買ってみました。そしたら、思った以上にでけえという、なんかこのエフェクター。箱の側面に書いてあるとおり、ボスの RC300 という、まあ、ルーパーですね。なんかルーパーのエフェクターを買ってみました。なんで買ったかって聞かれると、わかんないって感じなんですけど、なんとなく買ってみました。5万円ぐらいしたんですけど、なんとなく買ってみました。高えなって思いながら。でも、まあ、ルーパーの、そのボスのルーパーの一番いい機種とのことなんで、まあ、どんなもんなんだろうなと。あまりルーパーって使ったことないですし、僕の今までのルーパーって、このホットーンのウォーリーしかなかったんで、まあ、ちょっとこの一丁、高機能なルーパーとはどんなものか、ちょっと使ってみたいなみたいな興味があって、まあ、ちょっと買ってみた次第なんですけれども、思ったよりもでけえっていうか、その出す場所がねえっていうところに今ちょっと困惑しております。普段はカット編集しないんですが、ちょっとこの動画はカットしまくりな感じでいこうかなと思います。とりあえず今からカットです。ちょっと開けます。カッターがないと無理っすね、これね。そうそう、カッターでね、こうテープをちゃんとこうね、この切っていけば、なんかこうスムーズに焼くはずって感じなんですけども、なんかこのプチプチとこのテープの色がなんかこう同化してしまって、どこにテープがあるのかがわからねえっていう、まあ、そういう悩みもありつつ、だんだんめんどくさくなってきました。もうぶた切っちゃいました。スイ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 。おやーおやー、すげえな。こんなでかいんですね。まあ、箱開けたらもうちょっと小さいのかもしれないですけども、なんか写真で見る感じよりこう全然なんか、なんか、このサイズ感が、なんか、はるかに凌駕している。私の想像をはるかに凌駕している。まあ、ちょっと開けてみましょう。よいしょっと。開かない。よいしょ。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。よいしょ。はぁ、あ。ちょっと汗かいてきたぜ。Please open this side. こちらから開けておくんなまし。とのことなので、このままテープを切って、開けていきましょう。よいしょ、プリー。では、ああ、ルーパーです。やっぱでかいです。こんなでかいんですね、これ。なんかこのビデオカメラで見ると結構なんか驚愕のサイズじゃないですか。実物で見ても結構驚愕のサイズです。まあ、一応このスペーサーというか、この遊び部分を設けるたびに、この箱は一回り大きくしてあるといえども、物も結構でかいですね、これ。そこそこ重量もあるし、これ大丈夫、大丈夫かな。ちょっと取り出します。うおぉ、でけえ。あ、でもこうしてみれば、ああ、段ボールを置く場所がねえ。いや。よし。で、まあ、こんな感じです。緩衝材とアダプターと。てか、アダプターちっちゃいっすね。普通の9ボルトで動くみたいです。すげえ。まあ、こういう大きい機材とか、なんかすげえでっかいアダプターを想像したんですけど、普通の9ボルトで動くみたいです。で、これがその本体と。あれ、説明書とか あった。説明書で保証書がちらちらとついて、あ、こんなんみたいです。でけえ、普通に。で、どうしよう。足元に置いてピクチャーインピクチャーとかすればいいんですかね。ちょっとセッティングをします。てなわけで、とりあえずセッティングが終わりましたので、ちょっと画面のズババババンと、足元もお見せしながら、音を鳴らしていこうかなと思います。ちょっとセッティングだけでちょっとヘトヘトになってしまいました。今、エレキギターから直接このループステーションの方に行って、で、このメインのアウトプットから直接ホットのアンプの方に行ってっていう感じです。で、今、コンセントが入っているので、このまま電源ボタンを入れれば電源が入るかと思うんですけど、入りました。
ループステーション、RC300、なんとかメモリー、エンプティと出ております。音が鳴らねえ。音が鳴らねえのは、多分こっちの問題。マスターっていう項目があるので、多分これを上げると鳴るかと思いきや鳴らない。リズム、トラック、メモリー、インプット。オグジュアリー・インストゥルメンタル、インストゥルメント、マイクとあるので、このインストゥルメントを上げると音が鳴る。鳴りました。で、これで音が鳴っているので、多分これでペダルを踏んでいけば、いろいろ録音ができるはず。はずなんですけれども。ちょっとクリントンっぽい感じにして、ペダルを踏んでみましょう。トラック1、オン。レックボタンが点灯しております。で、もう一回押すと。録音 OK です。で、今はまだ赤いランプが点灯しているので、多分これオーバーダブって、オーバーダブができるということなんでしょうね。なんだこれで、消す、止めるときはストップボタンを押すと止まって、もう一回タップすると、こっちから、流れ出すと、ギターの音が流れ出すと、まあ、そんな感じでございます。で、ストップボタンを長押しじゃないか、こっちを長押しすると消える。消えない。あ、でも。重ね録音したやつが消えてるから、これは多分こっち長押してアンドゥなんでしょうね。じゃあストップ長押して消える。消えた！これ多分消えた。エンプティ、イエス。エンプティ出てます。勝ったぜ、消えたぜ。で、ちょっと普通にやってみましょうか。踏んで録音します。ちょっとずれてるんで。ああ、ちょっとずれてるんで、なんかちょっとやり直しましょうか。難しいっすね、ルーパーって。ワン、ツー、スリー、フォー。まあいいでしょう。ちょっとずれてますけども。で、このトラック2に、なんかまた入れると。録音だ。で、これで中を弾くと。ペダルを押すと、まあ、全部止まる。まあ、こんな感じみたいです。すごいですね。なんかインプットレベルはこのオグジュアリー・インストゥルメントとマイクって3つあるということは、3つの系統を同時に入力して、それぞれインプットレベルを調節できるということなんですね。で、これトラックのこのフェーダーつまみは多分、これそれぞれの音量ってことですよね。これをいじると。音量をいじれると。すげえっすね。なんかね、多分エディットボタンを押すとなんかできるんでしょうけども、ちょっとこれは分かんないので、ちょっとこれはほっときましょう。で、ちょっと分かんないですけれども、このループ FX ボタンをオンにすると、ヘイ、オー。
なんかトランスポーズのところにランプがついているから、なんか音階が変わっているかと思います。ということは、このループ FX ボタン、このボタンを押すと、なんかこのランプが変わって、いろんなエフェクトが選べることになると思いたいけど、そんなこともない。これを長押し。勝った。あ、でも違うか。どうするんだろう。これをモジュレーションにするためには、どういう操作をすればいいんだ、これは。これか。違う。これ。違う。とりあえずこれを。あ、変わった。これですね。トランスポーズ、フランジャー、フェイザー、パン、トレモロ、スライサー、ベンド、コーラス、ロボット、ロボット、フェモール、GT ベース、ギターからベースに。おう、じゃあこれをやってみましょう。セイ。オクターバっすね、オクターバ。他にもちょっとやってみるとすると、ベンド、スライサーみたいな感じでございます。で、このタップテンポっていうのは、ここのテンポがずっとこうテンポを割り出してくれてるんで、多分これ、僕の演奏からなんか自動的にテンポを割り出して同期してくれてるんでしょうね。多分。なので、このドラム、リズムか、リズムをオンにすると。こんな感じでリズムを流れると。で、ドラムにも、このスライサーの、エフェクトがかかると。こんなこともできるみたいです。この FX ターゲット、メインアウトトータルというのは、多分これ全部にかけているということでしょうね。多分これを、なんかこのモジュレーションとかなんかいろいろと違うか。どこだろう、これだ。違う。ちょっとやり方がわからねえ。どう言ってんだ、こりゃ。なんかまあこれをいじると、なんかいろいろと変わってくるような気がします。あ、変わった。これをいじるとトラック1だけにかけたりとか、トラック3だけにかけたりとか、そういったことができるような気がします。まあ、なんとなく使い方が分かってきましたけれども、なんかまだまだ深いところがありそうな感じがするので、もうちょっとこの使い方を熟知してからちょっと紹介させていただこうかなと思います。とりあえず、まあ、RG300 買ってみたはいいけれども、使い方が全く分からないぜ、へへいみたいな感じでございました。でも、開けてとりあえずざーっと触ってみるだけで、なんとなく基本的な使い方が見えてきたので、まあ、結構良心的なエフェクターなんじゃないのかなと思います。なんかこう、テンポの割り出しとか、なんかこのエフェクトのかけぶりとか、なんかその辺になんかすごいいろんな機能が詰まってそうな感じがするので、ちょっとその辺を解明したらまた動画を作ってみようかなと思います。そんな感じでまた違うところでお会いいたしましょう。イェーイ !RC300 買っちゃったぜ。イェーイ。そんな感じで、さよなら。